My waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through.Hi everyone, it's me, Nagisa. 皆さん、こんにちは。Nagisa です。Today I'm gonna be doing a summer clothing haul. 夏物のお洋服をいくつか買ったので紹介していきたいと思います。紹介したものを実際に着ても見せていきたいと思います。いくつかのアウトフィットは学校にも着てったので、ここで着て紹介するんじゃなくて、動画に、学校に行って着た時の動画を見せていきたいと思います。I have all my clothes on this side, and so I want to start off with pants. So I don't really have shorts that fit me. 私すごく太ったんだけど、I think...去年まず大学1年生になるまでに5キロぐらい太って、1年から2年の間は特に体重は変わってないんだけど、私の生きてるこの20年間の中で一番ちょっと体重は変わってないけど、下半身に肉がついてるマックスなので、本当に椅子がギーギー言うんだよね。本当にズボンが入らなくて短パンを買わなきゃいけなかったんで、この1本は紹介しようかなって思います。このすごい好きなのはここの縦線が入ってて、短パンだけどまっすぐな線が入っていて、なんか足がまっすぐに見えるっていうの、ストレートパンツみたいな感じで I really like it. I bought this from Hollister. ホリスターで買いました。で、次のパンツはこちら、じゃじゃん、アディダスのスウェットの短パンです。アディダスの2本線がこのショーツの横についてて、あ、2本じゃない、3本かここに入ってて、で後ろにちっちゃいロゴがついてる感じです。なんかパジャマでこれは使おうかなと思ってるんだけど、でもなんかジム行く時とか、まあ普通に学校に行く時とかでも履けるかなと思ったので買っちゃいました。次、これめちゃめちゃお気に入りなの、アメリカンイーグルの下着売ってるエアリーっていうセクションでこれ売ってて、他にもあと4種類ぐらい、全部で4種類ぐらいあって、これがそのうちの一つです。タイに行った時にさ、行く時とかに履いているようなタイパンツあるじゃん、ワイドパンツ、それみたいな感じで、なんかツルツルした生地で、このここがゴムになっててすごく長いので、ここめちゃめちゃハイライズだから、上に短めの T シャツとか着て合わせて、多分なんかトラベリングとか、この夏すごい旅行する人とか、もう飛行機とかでめちゃめちゃ快適だと思う。長ズボンだけどすごく涼しくて、とっても動きやすいのでいいと思います。で、これも私はパジャマで着ようかなと思ってるんだけど、私服でも絶対着ます。旅行行くときは絶対に履くと思います。次に紹介するのはこのベージュのパンツなんだけど、このベージュのズボンは私のアウトフィットを紹介する動画でも何回か出てきてるし、インスタとかでももう私このズボンしか履いてないんじゃないかってぐらいめちゃめちゃ履いてるんだけど、生地もすごく薄くて、なんかちゃんとベルト通すところがあるから、こういうスタイルにしたいか、そのトップスに合わせてベルトも変えて使えるのですごくおすすめです。で、これはなんかローリーズファームのチェーン店っていうのを、なんか姉妹店みたいなところで売ってて、ちょっとお名前忘れちゃったんだけど、でも最近モール行くとこういうパンツめちゃめちゃいっぱい見るので、今年の流行りだと思ってるのでどこでも買えるよ。なんか GU とかでも売ってたし、ユニクロとかでも似たようなの言ってた。ダラダラと紹介していくのもつまんないと思うので、サクサクたくさん紹介していきます。次に紹介するのはこちらのワンピースです。これもホリスタで買いました。なんか最近ホリスター行って、昨日ホリスター行ったんだけど、その時にこれがセールラックにかかってて安くなっていたので、まだ売ってると思います。私が買った時はセールじゃなかったんだけど、セールで残っちゃったみたいだからもし気になる人がいたらぜひお店に行ってチェックしてみてください。ゴムがついてて、このバラの柄がついててすごいガーリーで可愛いんだけど、なんか私背中にラー油みたいのつけちゃったみたいで、見える？見えないか。ここになんかね、黄色い点々がついて、でも背中にラー油つけるって何みたいな、でも背中にラー油つけられたのかなってちょっと思ってるんだけど、人のせいにしないって感じだよね。自分ででも背中にラー油なんかさ、つけられなくない？なんかこのオレンジ色の水滴、
水滴みたいな油みたいな取れてないのすごくショックなんだけど白い生地のです。次はこちら、ちゃんとカバーされてるけどでもなんか編み編みだからちょっと涼しくて、でこのいいところはジーンズで履いても履くとすごいカジュアルな感じが出るけど、あの黒いパンツとかあのと一緒に履くとすごいおしゃれに見える。だからドレスアップもドレスダウンもできる商品だと思います。次こちら、ちょっとハンガーにまだかかっちゃってるんだけど、このノースリーブの T シャツです。ちょっとニットっぽくてこう伸びるんだけど、これは GU で買いました。すごい安かったの、これ1000円ぐらいだった。でね、私なんか二の腕が見えるのがちょっとあまり、あの私プニプニしてるからちょっとどうしようとか思ってたんだけど、でもね、もうなんかそんなの関係ないの、自分が着たいものを着て You gotta embrace your body、 like、 そんなね、いちいちね太ったとか言ってるのは本当に誰と比べてるんですかみたいな、と比べなくてもいいと思うし、 You just gotta feel beautiful in your own skin、 you know、 自分のね、自分の体は自分が一番愛さないといけないですね。はい。で、なんか最近本当に自分でも思う。なんか太ったとか、だから私なんかダイエット宣言とかダイエットしますとかいうのがすごいあんまり好きじゃない。なんか全然話が違うからちょっと関係ないけど、みんなももしこの夏ちょっと夏に向けての体がちょっとまあなんかあまりこう暑いけどあまりこう腕見せたくないなとか短パン履きたくないなっていうのはまあ人それぞれだし、履きたくないものは履かなくていいと思うので、他の人にあまり比べないこと、夏ってやっぱ露出が多い時期だから、なんか他の人の足がこう足を見てわー細いないいなとか思ったりするけど、そういうのは気にしなくていいと思います。Let's love ourselves, right? すごくシンプルなんだけど T シャツたちを紹介していきたいと思います。こちらの紺色でポケットがついている T シャツはユニクロで買いました。すごく可愛いのがポケットのところが葛飾北斎が描いた富岳三十六景の浮世絵ポケットになっているところです。これはメンズセクションから取ってきました。私はね、M サイズで買って、あの短パンにしまったり結んだりして使ってます。すごい可愛いと思うんだよね、こういう浮世絵が T シャツについてるとちょっとなんか変わってて好きです。次に紹介するのはカルバンクラインの T シャツ、真っ黒なんだけど、しかもなんかこれねメンズものらしくて、あの M サイズでも T シャツにしまったりすると全然着れるし、まあすごいザ・ロゴって感じだけど、意外といろんなものに合わせられてこういう T シャツもロゴ T もありだなって思います。で半袖の T シャツは最後になるんだけど、アメリカンイーグルのポロシャツです。私はグレーで買ったんだけど、ポロシャツすごい涼しくて、でしかもなんかあのラフすぎないしキャジュアルすぎない、あれ同じか、ラフすぎないしフォーマルすぎなくて、もう1枚あってもいいなと思って買います。 Lastly、 一番最後に紹介したいのが長袖の T シャツなんだけど、なんか夏ってタンクトップ着てるとさ冷房の効いた部屋とかすごい寒くなるじゃん。だからこの長袖の T シャツをホリスターで買いました。ホリスターって書いてあって、その下にハイビスカスとかが書いてあって、水色の文字でピンク色のお花がついて葉っぱとかついててすごく夏っぽくて、あとはすごいシンプルな T シャツなんだけど、こういうモスグリーンのストレッチーな割とタイトめな T シャツ H&M で買ったんだけど、さっきズボンのところで紹介するの忘れちゃったんだけど、まだハンガーにかかってるんだけど、こういうちょっと花柄でいろんな色がついている薄いあのちょっとスカートにも見える感じのパンツを、これはストラディバリウスっていうお店で買いました。でこの2つをセットにして着るとすごい色がぴったりで可愛くて、しかもこのパンツすごく薄いから私は水着と一緒に合わせて着ちゃおうと思っています。ということで I rushed through all of my clothes that I bought this summer。 みんなの、 あの夏のお洋服ショッピングにの参考になったらいいなって思います。どうでしたか？Thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed this video. See you guys in my next video. Bye! Just love and understanding positivity. We could change this whole world.